はい、どうも、東田でございます。本日の動画はですね、前回ですかね、前々回かわかんないですけど、効き目について話しました。まあ、右から投げるのも左から投げるのと一緒だよ、みたいな話を軽くしたと思うんですけれども、じゃあ、右からと左からとカウントアップやってみようというところでございます。それでは、どうぞ。はい、ということで、実際に投げてみたいと思います。おっと？そろそろ気づいたっすね。前回の動画とかと絡めてカウントアップすることで、動画の企画をなんかこううまいことやってんちゃうかって。違う、それは違う。どちらかというと編集がめんどくさいからだ。投げてる動画の方が編集少なくて済むんだ。まあ、ということでやっていきたいと思います。はい、ということでやっていきたいと思います。まあ、いつも通り、ワンブル以下なら一発ギャグしていきたいと思います。はい、自分で言うててちょっとテンション下がってるのは何なんですかね。はい、まず右からいきたいと思います。さあ、ということで始まりました、東田慎が東田慎の東田慎による東田慎の東田慎の実況。はい、余分前に、ね、東田慎を入れて言いましたけどもね、このなんやろ、実況も一発撮りなので、グダグダな感じも否めないですけども、おハット2連チャンですね。これ何がおもろいんだこのカウントアップは。一応その目線ちゃうわ、利き目とか利き腕の話から右とか左に投げても、まあ、引いてくる位置が変わんなければ、一緒だよを実証してみようみたいな感じでやってるんですけど、まあ、ただのカウントアップですよね、これ本当に。何が面白いんだっちゅう話。なんか喋れや、ほんで。何も言わへん。もう毎ラウンド言うぐらいのこの、なんやろ、YouTube 感出せや、ほんま。それでも、1000点いった1100点いったらすげえなってなるんやん。ただ真面目に投げてるの何がおもろいねこれ。なんか言えや、なんか言うことあるやろ。誰やほんで。俺や、俺です。すいません、僕です。なんやすいません、ホラーみたいですいません。なんかただのカウントアップすぎてちょっとあれかな。どれやねん、気づいてんねた。改善しながら投げた映画な。何をほんでこう2本入れてからそれ言うて、こうワンブル以下のやつの安牌のとこ行っとんねんっていう話ですよ。ほんまに。まあでもこの角度から取ることも少ないんで、まあそこはちょっと見どころかな。薄いな、見どころで。最終ラウンドにかなんか言わな、これこうしたああした言うて、どう思って投げて何を真剣にやっとんねん。うわ、危ない危ない、危なー、今完全に意識したわ。何を嬉しそうに言うてんの、その危なさ。1100点出んのとワンブルのその危なさ分かってんのお前だけやから。で、次は左から。なんか言うや、左からのその考え方とか。最近はちょっと思うとこあって、普段からちょっと右寄りに投げてたりするので、る、ね、まあ右はそうだ、ね、ただまあ昔は結構、昔というかまあ本当に半年ぐらい前、まあ、どうかな、ちょっと前までは左に立ってたんで、まあこっちも頑張っていこう。なんやそれ、なんやそれ、そのさっきの右と比べての左の、うん、なんやこうやり方とかそういうのを待っとるんやろみんな。何を自分の過去やってたからどうのこうのいらんねんそれ。なんかもうちょっとこう YouTube のこと考えて投げやん。何を真面目に投げる。ほんであれな、この解説もそうやけど、あーとかうんとかいうの編集しにくいからな、間にね入れんのな。それだけちょっと分かっとってほしいんだよな。なんやこれ、ただのハット。いや、いいねんで。見たやん、今こっち見たやん、なんか言うタイミングやったやん。
だから外すねん。だから外すねんぞ。危な。危ない。やらへんな。なんかいいじゃん。あ、チップ折れた。ちょっとチップ。チップ折れ、チップ折れたんで、あの、取ってきます。何やそれ。何やそれ。スポンジボブかい、お前。お前の笑顔スポンジボブかいって言われたことあるわ。ガチャピンと。誰がガチャピンやん。あ、違う。恥ずかしい。間の夫婦が気持ち悪いわ。言うな言うな。誰やねんこいつ。俺やねん。あ、やばいやね。ただのカウントアップなってんねんが、ちょっとリアクションせえ。危ない。なんか面白い感じにせえや。誰が東田の真面目なカウントアップみたいね。そのもともとはもう利き目利き腕の話からの右左のカウントアップやろ。そういうことを解説しながらカウントアップせなあかんちゃうの。よし、先点出るぞ。出したやりがなって先点出るけど、なんてもう噛みすぎやわ、しょっちゅう。20がいいと思います。こういう時悩みますよ。20にするか、ブルにするか。聞いてんねん。51にしましょう。51ったらええがな。ああ、今、立ち位置からよかった。イエーリアクション薄いな。もうちょっとあれやろ。あ、やばい、一発ギャグせんかった。無品か、別に。ここでホッとしとんの。はい、ということで。まあこんな感じでございました。今日はまあやる声かぶっとるね。こっちの方が後入れなもん。うーふう。ということでまたお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。